本日紹介する iPhone5 のケースはこちらになります。ウッドタイプのケースです。天然の木材を使用したというね、このウッドタイプのケース、確かにね、木の匂いがする。へえ、うん、この結構ね、木のタイプっていろいろあるじゃないですか。最大の特徴は何かというと、この木目っていうんですか、うん、年輪じゃなくて木目でいいんだよね。木目ですね。このデザインが他にないんですよ。同じものはない、同じものがないんですよ。オンリーワンな感じじゃないですね、うん、もう一つケース見たんですけど、うん、なんかね、もう一個の方はね、この膨らみがなかった細かいところだけどね、うんうん、なんかそういうような感じがね、あなただけのケースっていうところがなんか非常にいいなと思います。これが天然のね、木材を使用した木の特徴です。で、背面わかる？なんか貼ってある、うん、こういうのがね、貼ってあるんですよ。スウェードっていうか、うん、貼ってあるんで、 iPhone 装着した時に傷とかつけないんですね。また結構ね、手触り感がサラサラするんですよ、うんうん、で、もう全部木材なんで、背面とかもそのままだったら結構動いちゃうじゃん、中で。そうですね。で、やっぱり木材ってその季節によって変形とかするんで、うん、そういうのをね、防ぐためにこういうのが貼ってあります、うんうん、なのでそういうところとか親切だなと思います。はい、装着した感じはこんな感じです。非常にね、かっこいいです。さっきも言ったようにサラサラするのがポイントです。ただ1点だけ難点があって、ちょっとね、この側面のボタン類がちょっと押しにくいかな。ちょっと木のケースの厚さがあるんですね、うん、そうだね、若干押しにくい。まあでも爪とかでも押せるかな、うんうんうん、結構こういうウッドタイプ天然木材のケースって男の人以外でも女の人とかにもね、人気があるんで、うん、いいよね。ライトニングコネクタだったり、イヤホン問題なく使用できます。できました。はい、うん、これだけでおしゃれな感じがするよ、ね、なんか機械持ってる気がしないですよね、うん、そうだね。木材のケースとかウッドケース気になってるぞっていう方はね、こちらチェックしてみてください。値段も安いです。